駅から森姫へ行く途中にやはり地図にない小沢が出てきてまして、まっすぐは行けないんですよね。これだから沢沿いは面白いね。迂回しますか。やっぱり綺麗だね。そういえばね、森姫というだけあって。いつ頃落ちたんですかね。昭和4年から19年って言ってましたね。それでこんなにでかくなります、はい、あ、でこれ残したんですね。残した船です、ね、大きい船は運び出しが大変だから、割と手頃な船を切ったそうです。墓地で残したってわけじゃないわけね。そうそうそう、まあ、で墓地で残すこともあったんですよ。ちゃんと託伐方式、天然託伐貸更新って言うんですけどね。ちゃんと70メーター間隔に親木を残した。昭和の初めですか？昭和の初め、4年から19年。それ何に使ったんですかね？まあ、製材、薪、炭、パルプが。パルプ。紙の原料が多かった。でね、その時はもう技術が発達してないから、ブナっていうのはもう非常に木自体が水分を多く含んでて、腐りやすかったらしい。今は乾燥技術が発達して、フローリングだったり家具、家具に使われる。結構硬いんですよ。それでだから乾燥をさせて、昔ゼロ戦のプロペラ。ねえ、プロペラでしたね。あれ木で作ったっ。ねえ、まあ、350年ぐらい。なんて言うんですか。お釈寺伝座。お釈寺？お釈寺ってお寺の名前だそうです。お釈寺の？あ、ブラボー。禅座？禅座。ん？禅座って意味はちょっとわかんない。禅座？禅座。禅座。禅座。ああ。だそうです。熊萩とその鹿と区別つきます？え？熊と鹿の区別つきます？だから熊だったらば。爪痕が、これ何にもないから鹿ですね。横に線、ちっちゃい線はそれは角ですかね。